不思議な世界の謎です。えー、あの DVD をですね、まあ、あの、基本的にはですねあの、ジブリの公式のブルーレイをですね、えー、参考でやってます、えー。再生したら一番最初0分0秒ですね、えー、トトロのタイトルが出ます。で、これがですね、10秒間映ってで、その後真っ黒のですね、黒みになるんですね。で、黒みになったらですね、えー、3秒間の黒みの後ですね、花とカードが映ります。 千尋元気で、ね、また青ね、リサって書いてるですね。花とカードですね。で、これを見ているですね。まあ、あの、野草な顔して、野草でもないんですけど、やる気のない少女とですね、まあ、だらしない姿勢で見てると、まあ。これでですね、この女の子が主人公の千尋だっていうのがわかるわけですね、えー。場所はですね、現代の日本ですね。えー、10歳の少女、荻野千尋と、千尋の両親は新しい町に車で引っ越してくる。 というのが冒頭ですね。この場所はどこかということなんですけどもですね。あの、あの、これ映るわけですね。ええー、とですね、国道21号線でですね、中岡ですね。 中岡というのはですね、まあ、あの、実在してるかどうかわかんないんですけども、これあの、実はですね、えー、甲府なんじゃないかっていうふうに言われてます。えー、国道20号線を左に曲がるとですね、甲府方面に行くのでですね。で、これはですね、この研究はですね、あの、ブログ、すだれさんの部屋からですね、かなりあの、綿密な調査がされています。例えばこの、最初に出てるこの場所にしてもですね、 あの、まあ、この位置ですね。国道ですね。あの、25センチ近くのですね。これ25センチじゃないんですけど、この表札あたりじゃないか。で、こっちの方にはですね、えー、あのえ、グリーンヒルっていうですね。まあ、これもあの、似てるですねあ。あの、ハウスがあるのですね。この辺ではないかという。まあ、あの、ただですね、この作品あたりからですね、ジブリはですね、あの、 どこがモデルですかとかですね、あの、いわゆる聖地巡礼みたいなものがもうね、始まってきたんですよね。なので、わざとあの、特定できないようにですね、いろいろしてるんですけども、その中でもですね、津田れさんはですね、頑張ってかなりの場所を特定してくれています。例えば、これあの、上からですね、サイクルファームっていうのがですね、車のピラー越しに見えたらですね、同じような場所があるとかですね、あとあの、とんかつ美濃屋っていうのがまたアニメに出てきたらですね、 同じ、もう本当に全く同じ場所を見つけてきてですね。で、えー、こちらの方にですね、クリーニング店があったら全く同じクリーニング店というふうにですね、まあ、かなりあの、特定されてきてですね、えー、おそらく八王子周辺のいろいろな場所の風景を、まあ、再構成して作り上げてるんですけども、かなりですね、あの、現実の風景をそのまま映すようにしてます。で、これが、その、後に宮崎駿がこういうのが嫌になったっていうふうにですね、あの、ポニョで言って、 たことですね。まあ、勝手ですよね。あの、この時は本当に現実吹雪を丸々映すように言っといて、後にポニョにな、の頃になってきたらですね、ああいうのはもう嫌だとか、あんなことをやっても意味がないダメだっていうふうに言うのでですね、<laughs> 美術スタッフは本当にあの、振り回されたそうなんですけどもですね。<laughs> えぇ、ー、千尋のお父さんの運転するアウディはですね、このお湯ですね、えー、場所を通りながら戻りますね。はい、えー、この土地の木っていうですね、 まあ、あの、新しいニュータウンなんでしょうね。そこへのですね、分岐点をですね、えー、右に曲がっていきます。で、タイトルになります。こんな感じですね。えー、千と千尋の神隠しですね。これの、まあ、ずっと上にこれがあるわけなんですけども、この、えー、右の坂を登って、そっか、坂を登っている最中がこのお父さんのアウディですね。本当はこっちのですね、ニュータウンの方に行きたかったわけです。えー、ここまでですね、まあ、1分40秒ですね。 割とですね、あの、いろんな絵を見せながら、1分40秒でここまで来てるから、実はあの、千と千尋ってですね、めちゃくちゃテンポのいい作品なんですよ。テンポがいい割にですね、なかなか事件が最初40分間起こらないんですけどもですね、えー、1分53秒ですね、えー、途中ですね、お父さんの車はですね、杉の老木と倒れた鳥居を抜けて、山道に入るですね。この上からですね、カメラがずっと下にパンで降りていってですね、 もうこの上を見たときにこの杉の木がですね、途中で幹が折れてるのがわかります。で、上の方は枝が折れてると。で、かろうじて葉っぱだけが生えてる状態です。で、カメラがずっと下に行くとですね、舗装した道路が途中で切れて、もうあの、普通の山道になっているんですね。で、傾いた鳥居がここに立てかけられている。ですね。え、え、コンテにもですね、この鳥居はですね、えー、倒れた鳥居っていうふうに、あの、壊れた鳥居っていうふうに書いてあるのでですね、多分昔はこの、 向こうに行く方向にかけてあったんですね、鳥自体が。でそれをもう外してしまって、この横にあの立てかけてるわけですけども、なかなかですね、バチ当たりのことをしています。多分、昔はですね、このアスファルトの道がなくなる、この山道になるところからですね、神域、いわゆるその神様の領域だったんですね。で、そのシンボルでおそらくあったですね、この杉の 巨木ですね。めちゃくちゃ樹齢大うなやつなんですけど、これも今や、えー、枯れかけてですね、朽ちつつあるところです。で、何も知らない3人の乗ったアウディは、この神聖な土地にですね、四輪駆動モードで入っていきますんですね。で、この道のところで、親、こっちであってんのかなとお、お父さんがですね、えー、エンジン1回ですね、あのー、ニュートラルにしてですね、えー、周りを見ます。すると、千尋がですね、この不思議なものに気がつきます。 これあのさっき話した杉の木ですね。立てかけられてる鳥居の根元の方にですね、石で作った小さい家がいっぱいあります。ですね。えー、この小さな家は神様の家ですね。石の祠ですね。がですね、こう見てもわかるかな捨てられてるんですね。いっぱい捨てられてるんですよ。で、この乱雑な置き方にこうちょっと注目してほしいんですけども、ちょっとあのアップにした写真があります。アップにするとですね、この 石のほこがですね、明らかに捨てられて集められているのがわかるんですね。で、おそらくこの山道に沿ってですね、昔はずっと並べられてたんですね。で、ずっと並べられて祀られてたものがですね、それを取り払ってしまって、杉の根元にですね、鳥と一緒に集めてると。おそらく工事した大工さんの誰かがですね、まあ鳥と一緒にですね、まあ こんなことしたら本当はたたりがありそうなんだけども、せめてたたりがないようにというふうにですね、かつての親睦だった杉の根元にですね、鳥居と一緒にまとめておいたんですね。で、よーく見るとですね、この通り過ぎるですね、この、まあまあまあ、この石の祠ですね、屋根とかが外れてしまっているのもあるんですけども、中に小さい食器が入っているのが見えます。おそらくこれがお酒とかをですね、あの、お供えする器だったんですけども、一つだけですね、この赤い色が、 あるのが、わかりますかねあ。赤い色があるのがあってですね。まあ、それがですね、なんかちょっと、えー、怖い感じがするんですね。えー、この赤い色がですね、あの、まあ、映画の画面ではですね、すごくわかるように、ちょっとドキッとするような赤になっています。ですね。で、実はですね、ここまで話してて、ちょっとお分かりのようにですね、この映画、千と千尋の感覚してですね、実はホラーなんですよ。基本ホラーで、後半のファンタジー要素が、 すごい楽しく作ってるし、あとそのホラーな現場に入っていって、その中で千尋が千という名前になってですね、あの、働くのでですね、よくわからないんですけれどもですね、全体的にあの、ホラー映画としてこの最初のですね、30分ぐらいは割と作られてるんですね。で、えー、まあ、湯婆やばに出会うまでの本当に30分ホラー映画で、このあたりの描写はですね、つまり、 えー、本当は神聖な領域で鳥居とかが取り外されてしまって神様の家が捨てられて、その中に何も考えずに四輪駆動の車でガタガタガタっと入っていくっていうのは何かっていうと、えー、とですね、この、この辺りの描写っていうのはハリウッド映画のですね、あの、インディアンの呪われた土地に、あの、何も知らずにですね、一家が引っ越していくっていうのと、なんかね、すごい似てるノリで撮られてるんですよね。 で、えー、まあ、千尋はですね、転校して、学校転校してですね、あの、編入前なんですよ。で、編入の前というチューブラリンの状態だから、まあ、家のない神様と同じですね。あの、石の祠が取り壊されてしまって、神様が家がなくなっているという状態で、チューブラリンの状態だから、この神域の不思議な世界に入ってこれるんですね。で、こういうホラーっていうのはもう定番があってですね、何か、 えー、同じような縁がないと入れないんですよね。家がないっていう。で、三、えー、人ともにですね、チぶらりの状態なんですよ。実は、この両親もですね、まあ、引っ越しの途中なんですけども、あの、来週ちょっと解説しますけども、実はこの家庭ですね、あの、家庭の危機という状態、家族の危機という状態にあるんですね。だから、三人ともですね、なんとなくこう、バラバラの状態になっているのでですね、スッとこの世界に入れるようになっています。この 両親のですね、家庭の危機っていうのはすごくわかりにくいので、ちょっと来週丁寧に説明しますけども、まあ、三人ともですね、あの、チューブラリンの状態なので、神様の土地にですね、間違えて入ってしまったわけですね。で、山道を走っていくとですね、途中で、これわかりますか下の方がですね、いきなり石畳になるんですね。で、石畳になってですね、ガタ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 という風にですね、えー、車がこう、ガタ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 揺れます。で、 これね、山道なんですよ。で、山道で途中で石畳になるっていうことは、かつて石畳を昔の人が引かなきゃいけないぐらい大事な道っていうことなんですね。山の中でですね、その石畳の道っていうのは本当に大昔のですね、江戸時代とかそれより前の時代にこんなことやってたっていうことは、よっぽど神聖な道だったっていうことですね。あのー、 なんだろうな。城を建てるときでもなかなか石畳なんて引かないもんですから。で、そういう新鮮な土地に入ったサインなんですけれども、お父さんは気づかずにですね、猛スピードで走ってしまうんですね。で、え、コンテにはですね、あの、お母さんは婚約時代からこういうのに慣れてるっていうふうに書いてあります。なので、お母さんはすごい平気な顔して、お父さんの乱暴な運転なんですけれども、千尋はですね、そういうお父さんを見るのが、あの、初めてだったので、すごいびっくりしてますね。で、突然ですね、目の前に、えー、トンネルが現れる。 で、その前にですね、石人っていうのがあります。これですね、石で掘った、まあ、あの、人間のような人形のような形があります。ですね。えー、石人というのはですね、九州北部の古墳後にですね、出土するですね、まあ、石像です、えー。この聖域自体が実はかなり古いものであるっていうことがわかりますね。で、えー、それでですね、なん、なんなんだと思って、この赤いトンネルの上を見るとですね、 読めない字が書いてるんですね。何か屋根があって、ここに看板が出てるんだけど、読めないと。実は、あの、湯や油やって書いてるんですけどもですね、あの、コンテの指示で読めないように書いてください。というふうに書いてあるのでですね、えー、読めないように書いています。えー、つまり、こっから先にあるのはですね、あの、まあ、バブル崩壊前にですね、作られた温泉を中心としたですね、テーマパークなんですね。でも、温泉は出ないんですよ。温泉は出ないからですね、 実際のこの先の世界にあるですね、油屋は,油屋はですね、石炭をですね、あの、釜で炊いて、ボイラーでお湯を沸かしてるわけですね。つまり、まあ、偽のスパリゾートなわけです。温泉出ないのに温泉郷だと言ってると。まあ、この辺、あの、街に入った時に説明しますけども、えー、この、急停止するところがですね、3分ですね。えー、スピーディーな展開です。で、えー、っとですね、まだ、 あの、さっきのですね、トトロマークが出てきて、タイトル出てから3分23秒なんですね。両親はですね、そのトンネルの中に入っていきます。で、お父さんの方はのんきに、なんだモルタル製か、結構新しい建物だよっていうふうに、なんか正体を見破ったような感じになってるんですね。お父さんは実はまあ建築業で働いていてですね、こういう建物に詳しいと。で、お父さん平気なんですけども、そのトンネルにですね、後ろから風がビューッとこう吹き寄せられていく。 トンネルの中に風が入っていくんですよね。で、それが嫌な予感してですね、あの、千尋はすごく嫌がります。中へ入るのすごく嫌がります。えー、私行かない。4分18秒のとこですね。で、私行かないと言ってる千尋。で、お父さんとお母さんだけが入っていくんですけども、千尋が赤人を見るとですね、これすっごい分かりにくいんですけどね、ものすごくゆっくりとカメラが寄ってるんですよ。えーとね、この端っこの あたりを見た,見たらちょっとわかるかな。ほんのちょっとこっちに比べてこちら側の方がレンズが寄ってるんですね。この、だから、あの、背景だけが外側へ流れていってるんですけども、はなかなかわかりにくいんですね。で、すっごいゆっくりのトラック、あの、アップしてカメラが寄っていくことでですね、ちひがこの、 赤あの、石人になんか心を奪われて嫌な予感がしてるっていうですね、すっごい丁寧なシーンです。2秒ぐらいのちょっと長いカットなんですけども、何をやってるのかよくわからないですね。で、まあ、あの、この石人ですね、あの、夜になるとカエルに変化して口から水を吐くという設定だったそうですけどもですね、後にあの、そこまでやらなくても構わないということで設定取り消しになってしまいました。 あの、しかし、あの、別の赤人がですね、のあの後で夜になるとですね、口から水を白紙になるのですね。えー、最終的になんかね、入っていた世界に、いつの間にか川ができてて、向こうに分かたれなくなってるというのは、こいつがあの、カエルになったからだというふうに考えてください。で、そうやって入っていくんですけど、嫌な予感がしながらも、入っていってしまうんですけども、 これね、あの、一番最初にですね、父親と母親がトンネルに入っていくシーンです。周りが赤くて、モルタルで、ペンキで塗られています。で、これ最後です。もうほとんどラストシーンですね。えー、この世界から帰っていくところなんですけども、同じトンネルでありながらですね、石人はすでにただの石の車止めになっていて、で、えー、石が積み上げられてて、周りがもう木でいっぱいになっている。と。つまり、 あの、映画の頭とお尻ではですね、違うトンネルなんですね。だから、もうこの段階で、あの、実はいわゆる、こう、化かされているっていうのですかね。あの、もう、あの、不思議の世界に入ってしまってるんですね。だから、あの、 トンネルを抜けたら不思議な世界ではなくて、実はもうトンネルのところから変な世界だったと。じゃあ、その変な世界になったのはどこなのかっていうと、おそらくはあの、えー、石のですね、祠というのを通り過ぎたあたりから神様の世界に入ってしまったということなんですね。5分53秒ですね。このトンネルの先に行ったらですね、まあ一応あの、平原が広がっていて、ずっと登り坂が続いていて、 これが後にですね、海みたいになるんですけど、まあ、ただその平原みたいなところに誰もいない、えー。6分50秒ですね。母親を、ちひろがですね、不安でお母さんお母さん嫌だ行きたくないよって言うんですけども、母親は早く来なさいって言うだけで、なぜかちひろとですね、一カットも目を合わせません、えー。で、父親と母親は結構イチャイチャしてるんですよ。お母さんはフラットしたら大丈夫かって言ってお父さんが支えて、お互い笑い合ってるしてるんですけども、父親に対してはですね、早くしなさいと言うだけなんですね。で この異常なこ、なんだろうな、あの、両親ともに、特に母親の方の冷たさにはですね、理由があるんですけども、これもあの、来週の後編で解説します。ここら辺ね、かなりね、深くなりますんで、映画見てる人も、両親はなんかその子供みたいな人で、で、ま,まだ仲が良くて、だからなんかね、こう、冷たいんだって言うんですけども、いや、そんなね、 あの、意味ないことを宮崎駿がするはずがないんですよね。えー、来週の後編であの解説してみます。で、トンネルを抜けてですね、7分38秒ですね、えー。不思議な光景が目の前に広がります。早いですよね。7分38秒ここまで行くから、ハリウッド映画で行ってもね、なかなかのペースなんですよね。えー、上のですね、この気持ち悪い目の看板ですね。ちょっとあの、 なんだろうな、次げよの漫画っぽいですね、からですね、下の方へカメラが降りていって、で、お父さん、お母さん、続いて千尋がですね、階段を登っていきますね。で、えー、無人の歓楽街が広がっているですね。つまり、あの、神聖な場所をですね、幻想の世界か現実の世界かの中間なんですけども、 ま、こういうですね、テーマパークみたいなものをですね、神様が住んでいるところに作ってしまったわけですね。もともと神様の神聖な土地であったところにですね、えー、バブル崩壊のちょっと前に金余りの日本がですね、えー、こういう変な建物をいっぱい作ってしまったと。そこにお化けが住むことになったと。えー、まあ、あの、千尋のお父さんはですね、バブル時代の名残りって言うんですけども、実はこういう巨大な不思議のテーマパークっていうのはですね、 あの、日本中に昔からあったんですね、明治時代から。で、例えば、東京の浅草にですね、あの、富士山騒乱場っていうのがあってですね、これ何かっていうと、まあ、これ当時のですね、パンフレットみたいなもんなんですけど、明治20年にですね、浅草ロックのです、にあったですね、まああの、 富士山を現実にセットとして作っちゃったんですね。えー、高さ32メートルだからかなり高い建物がですね、登れるんですね。頂上まで登れるというふうになっています。で、えー、写真もあります。写真でですね、ちょっともうね、荒い写真しか残ってないんですよ。手前に自転車乗った人とかですね、人間がいるんですけども、これがその、 浅草富士って言われたやつですね。人間が本当にね、あの、歩いてぐるぐる回って登れるようになってる。高さ32階だからね、かなり高い建物なんですよ。で、これがですね、取り壊されて、あの、明治23年に取り壊されて、後にですね、あの、両運閣という建物になりました。いわゆる浅草12階というやつですね。まあ、あの、ピサの斜塔の、まあ、垂直に立ってるみたいな建物なんですけども、浅草にあったんですけど、こういうのがですね、作られたわけですね。 えー、当時のですね、あの版画も残っています、えー。こういう建物がですね、えー、浅草に建てられてですね、こういうのね、えらい多かったみたいです。えー、明治から大正の、な,なんだろうな、あのバブル期にはですね、あの例えば、慶応閣遊園とかですね、花月園遊、あの遊園地とかですね、あと、渡月園とか。 まあ、いろんな有名なものがありました。あと、あと、浅草のですね、奥山風景っていうのは、えー、神社仏閣のデパートというふうに言われて、そこに行けばですね、あらゆる神様仏様にお参りができるというふうに言われてました。で、小説ではですね、江戸川乱歩がですね、パノラマ島基炭を描いたり、幽霊塔を描いたりとかですね、このような、まあ、あのー、割と似てるんですよね。あの、明治のお祭りから大正期にかけて日本にですね、ちょっとバブル期みたいなのが、あのー、来た時にですね、 割とあの、けしからんようなというか、神様をないがしえするようなテーマパークを建てて、そこでちょっと変なことが起こるっていうのは、まあ、江戸川乱歩などもですね、書いてた話なんですけど、つまり何が言いたいのかというとですね、千と千尋の神隠しっていうのは、実はですね、破棄されたテーマパークですね、ゴーストの住み着いたテーマパークが舞台なんですよ。えー、あの、9分目ですね。 えー、美味しそうな料理を見つけた千尋の両親は無我夢中になって食べてしまうとですね。で、千尋はですね、嫌な予感がするので食べずに、両親の元を離れて街の中を散策します。えー、このシーンですね。街の中を散策すると。そうすると、無人の街ですね。えー、繁華街がどこまでも広がっていて、まあ、この提灯が後でいい感じになるんですけども、えー、千尋が立ってるのがこの画面の端っこというのがいいですよね。であと、この影の位置に注意してください。 建物がこうなっていて、で、ほぼもう真上というかですね、ほんのちょっと傾いた位置から太陽が来るんですけども、これが後々のですね、怖いことが起こる伏線になってるんですね。もう無駄がない。えー、こういう無人の商店街を見せるときにわざと主人公を左端に置いといて、影を反対側に落としてですね、で、 あくまで明るく怖いことは何も起こってないのに、これから怖いことが起こるよっていうのをですね、画面の反対側で見せるっていう方法ですね。えー、どんどんここから怖い展開になっていきます。で、えー、階段を登っていくとですね、不思議な建物にあります。立派な松が生えていて、えー、灯籠があってですね、その向こうにですね、赤い欄干の太鼓橋があってですね、 この赤い欄干の太鼓橋があって、えー、その向こうにですね、油屋というですね、巨大なお風呂屋さんが見えますですね。えー、太鼓橋があるのはです、ね、まあ実用性もあるんでしょうけども、何よりも異世界の入り口、いわゆるあの、新鮮思想というんですか、あの中国で千人が住んでるところに行く橋は、必ずこの、なんだろうな、真ん中が盛り上がった太鼓橋がかかっているという法則があるんでですね、あのー、日本の 昔のお金持ちがですね、日本庭園作るときに、日本庭園って言いながら、あの、日本庭園っていうのは作ってるのは、あれ中国の、なんだろうな、あの、千人が住んでる神様の土地っていうのを作ってるんですね。だから、必ず、あの、橋のミニチュアとかを置くときは、こういう、反り返ったですね、太鼓橋を置くんですけど、その太鼓橋の巨大なものがあってですね、その向こうに何か絢爛豪華なものが建ってるわけですね。えー、で、11分ですね、15秒ですね。この、 太鼓橋を渡って、本当は渡っちゃいけないんですよ。そっから先は神様の土地ですから、太鼓橋のですね、渡ってですね、湯屋の前に行こうとするとですね、白い服を着た少年、白がですね、現れてですね、戻れっこっから先に行ってはいけないっていうふうに言うんですね。これがその白少年なんですけども、戻れ行ってはいけないと画面の正面に向かって、ちょっと近づきながら言うんですけども、白の後ろの影が急激に伸び始めます。 で、このすごい勢いで夕日が沈んでるから、後ろの橋の影がギューンって、すっごい勢いで伸びながら、彼が焦っていってる。で、焦って話してるうちに横顔がどんどん赤くなっていって、夕焼けがどんどん迫ってきて、影がどん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 横向きに伸びているのがわかるんですよね。だからもうね、中継付きののホラー映画なんですよ。ここら辺ね、めちゃくちゃ怖い表現ですよね。 で、えー、アブレがですね、存在するこの、まあ、神様の世界、千人の世界ではですね、この速度で時間が流れちゃうんですね。ここからわかるんですけどもですね、現実のおよそ10倍です。なんで10倍なのかっていうのは、まあ、あの、後で説明しますけども、えぇ、ー、千尋にとってのですね、実はこの、 千と千尋の神隠しって4日間の話なんですね。わずか3泊4日の話なんですけどもですね、現実の世界ではその中で1ヶ月ぐらいですね、えー、経ってるんです。1ヶ月以上かな。で、この10倍の時間っていうのも、あの、来週解説する後半のですね、 あの、ちょっとテーマの方に入ってくる大事なポイントだから忘れないようにしといてください。とにかく、すごい勢いで時間が流れ始めると。で、えー、さっきのですね、誰もいない街にですね、赤い光が次々と灯ってですね、黒い影が地面からぬーッと生えてくるわけですね。でですね、千尋が慌てて、お父さんお母さんって言って逃げて帰ろうとすると、 父親と母親はいつの間にかですね、あの、神様のお供え物を食べた罰で,ですね。もう豚になってるわけですね。豚になってるんですけども、さらにですね、暗くなった街にはですね、え黒い幽霊のようなものが現れます。まあ、この辺うまいですよね。えー、さっきまでのですね、誰もいなかった街にいつの間にか黒い影がヌーっと地面から生えてきて、不安そうに立ってる千尋の周りで、その黒い影が動き回ると。 で、千尋がもう両親を置いて逃げようとして、あの一番最初の階段をですね、降りていったらですね、その階段のところからもですね、黒い影がどん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 歩いてきてしまうわけですね。まあ、どん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 これ、ホラー映画になっていくわけです。しかしですね、あのー、さっき登ってきた階段を降りたら、途中で水になっていることに気がつく。いつの間にかですね、あの、さっきくぐったトンネルですね、このトンネルは遥か向こうにあって、その向こうに街の明かりが見えていて、 で、途中がですね、川というかもう海みたいになってですね、渡れなくなってるんですね、帰れなくなってる。この辺ですね、その、すごい絶望的だけど美しい風景です。で、宮崎駿ですね、こういう状況を見せるだけじゃないんですね。 もう、あの、こんなの嘘だ嘘だ、消えろ消えろ消えてなくなれって言ってたらですね、自分の体が透明になっていくんですよ。で自分の体が透明になっていって、その向こうにですね、すごいもうあの、絢爛豪華な渡し船が現れてですね、そこから化け物みたいなものが陸上に上がってくるんですけども、それを見るシーンっていうのが自分の助けたて星なんですね。つまり、 千尋はですね、今、は私の体が透けていて消えていってしまうと思って恐怖で手を見つめてると、その向こうにですね、光る船が現れるってですね、二つの状況ですね、その、何が今起こってるのかっていうことと、千尋の体に起こった変化っていうのをですね、同時にワンフレームで見せる、もうめちゃくちゃうまいカットですね。えー、単に説明っぽいですね、あの、 ななってしまうカットにに、せずにです、ね、サスペンスとか次の展開がこう盛り込まれているもう本当にここら辺のコンテは名人芸ですね。で、この船がですね、岸に着くと中からですね、えー、神様がですね、降りてきますですね。神様って特にあの日本の神様ってあの見えないんですよ。姿がないんですね。 で、あの、前もですね、いつか説明したと思うんですけども、なんであの、秋田の生ハゲはですね、あんなお面被って、みの被ってるのかというと、神様は本来目に見えない存在なので、その周りをみので覆って、お面を被して神様ということにすると。 で、これはですね、その、ニューギニアとか、あっちの方でもですね、あの、信じられている B とか P っていうものに近い、いわゆる精霊ですね。だから、あの、千と千尋の神隠しの英語のタイトルがですね、スピリットアウェイになってる。スピリットっていうふうにやってるのは何かっていうと、神様というよりは精霊に近いものなんですね。で、その姿が見えなくて、お面しかないんですけど、 ところがそれがですね、この千尋がいるですね、岸に上がってくると体がどん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 実体化して、どん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 本来見えてはいけないはずの神様の姿が見えるようになっていくんですね。えー、この世界というのはその神様の世界と人間がいる現実世界のちょうど狭間にあるところなんですね。 えー、で、お化けがどん,どんどん上陸してくるんですけど、まあ、この時まだ千尋はですね、神様とわからないですね、えー、お化けだと思ってます。で、千尋は恐怖でうずくまって動けない。そこに白が、さっきの美少年がやってきて、この世界のものを食べさせてくるんですね。この世界のものを何か食べないと、えー、消えてしまうということで、まあ、ようやっと透明になりかけていた体が元に戻ると。 で、えー、さっきの油絵のですね、隣にです、ね、脇に千尋を連れて行って、えー、ボイラー室にいるですね、釜爺にですね、会って仕事をさせてほしいと頼むんだと。仕事をし,しない者は、ゆえを支配しているユバーバという魔法使いにですね、動物に変えられてしまうというふうに言われます。ですね。ここまでで16分です。この16分間、ものすごい密度で、描写は完全にホラーなんですね。ホラーなんですけども、 子供がギリギリ見られるホラーとして作っている。でもそのホラーの中で欲しいシーン。例えば、やってはいけないことを両親がやってしまって一生懸命止めるんだけども聞いてくれないとか、嫌な予感がするのにそこに入ってしまうとか。あと、なんだろうな、まるで吸血鬼もののように、ありえない速度で夕日,夕日が、さっきまで空高く輝いていた太陽があっという間に夕日になって沈んでいって、街が暗くなって変なものが現れてくるというですね、すごく面白い その、ホラー映画の展開がですね、わずか16分で、ずーっと目白押しにやってくるんですね。本当にね、これあの、ホラー映画として世界最高の面白さだと思うんですけど、あんまり千と千尋ってホラーとして評価されてないんですね。えー、千と千尋の謎ですね。不思議な世界の謎はですね、この不思議な世界ですね、これっていうのは何だったのかと。 実はですね、この古代の神聖な場所がバブル時代にテーマパークを作ってしまったんですね。おごり高ぶった人間がテーマパークを作ってしまった。そのテーマパークがさらに破棄されたおかげで、いわゆるこのテーマパーク全部が幽霊屋敷になってしまったんですね。それがこの不思議な世界なんですよ。つまりこれってシャイニングなんですね。シャイニングなどのお化け屋敷物をですね、すごい巨大なフレームに変えたもの。 だから、お化け屋敷物だっていうのを見てる人が気づかないんですね。そうじゃなくて不思議なファンタジーの世界だというふうに思ってるんですけども、導入部のあの面白さっていうのは何なのかっていうと、実はホラー映画でシャイニングみたいな恐怖ものお化け屋敷物なんだけども、それが途中でお化けたちの、なんだろうな、気持ちになっているお化けたちと一緒に働くて不思議な展開になっていくわけですね。 えー、その世界に入って逃げられなくなった女の子の話です。えー、両親は舞台になってしまい自分の体もですね、どんどん消えていく。どうすればいいか、まあ。こんなね、ものすごいホラー映画が実はこっから先、ちょっとあの面白いファンタジー映画に変化していくんですね。えー